はいみなさんこんにちは村長ですスタジオワンのバージョン6.5これが出てですねとっても楽しくなってる村長ですまず冒頭にここしばらく僕の動画を見てくれた人が村長のパンの L と R 逆になってるよと言ってくれてました何度か見たんですけれどもすぐに原因がわからないでスピーカーの L と R を差し替えたりしながら そしたらまあ自分だけはうまくいきますよね。でもまた今日も同じようなことを言われたのでよくよく考えてみるとまあ簡単なことなんですけれども今僕はカメラスイッチャーで録画をしてるわけです。その時にそこに入る音が L と R が違ったようです。ですから僕が いくら直してもですね皆さんのところには L と R が反対に行っていたそんな笑い話で今日はスタートさせていただきますちょっと直ったところを見ていただきます雨風絶えて根を張ってはい今左からです私の夢の野辺に咲くはい今右です希望の はいこういうことで直りましたという報告からスタートいたしましたじゃあ本題に入りましょうこのドルビーアトモスのモードでスタジオワンを起動しましたらパンがこのようにプラグインのような形でですね操作ができるわけです今画面に出ているものをサラウンドパンナーと言います でも僕の第1回の時の動画でですね今の丸い感じのこれですねこれではなくてスタジオワンのデモソングでやったらですねこんな四角いパンが出たと思いますここは空間オブジェクトパンナーというのがここ2つ選択ができるようになってるわけですねでこれを立ち上げるとなんか四角いような ののようなものが出てきますこれはこのように自分から遠だかるとですね LR のスピーカーも幅が自動的に広がりますもしくはこれを縮めると距離感もこうやって近づくように空間という感じでできるようになってるわけですねそれに比べてもう一つの方のパンは円形になっていましてですねこのように 距離を縮めるとここになんとなく薄い影ができてですねそしてこの LR の位置自身は変わらないで変えたいと思ったら任意にこのように広げることができるんですねまあどっちがいいという言い方はできないんですけれどもこの円形の方は上にパンというのとバランスというのがありまして。 バランスというのにすると単純にこのように距離感というのは動かせるんですけれどもこれで自分のところから見て左側に行くというようなやり方ができるわけですいわゆる指定の仕方が違うわけですねこのような2つのタイプがあるんですがどちらかを選ぼうと思っても1つしか選べません サラウンドパンナーだけしか選べないわけですねこちらのように空間オブジェクトパンナーという選択肢がないんですこれでなでうまいこといかないんだろうなと思った人が多いと思うんですけれどもこれは法則があるんですこのトラックは出力がメインの方に行っていますこうすれば2つ出てきます でも、こちらはドラムのステムバスに送っているわけですね。ステムバスというのはこちらです。はい。今選択したところに送られているわけです。このようになっていると選択肢が一つなんですが、この二つをメインバスに送ります。そうするとここで空間オブジェクトパンナーというのが出てくるわけです。 このようにメインバスに送ったものだけが空間オブジェクトパンナーを使えるということになるんです。ご理解いただけましたでしょうかもう一つ面白い制約があります。今度はこれをもう一度ドラムバスに送ります。今度はドラムバスのこのチャンネルですね。今7.1.2という風になってるんですけれども、 これを通常のステレオモードにしますそうするとここに接続されていたパンは見てください今までにあったパンこれに勝手に修正されますいわゆるオブジェクトはステレオでしか扱えないのでここもパンがステレオモードに戻ったわけですですからステムバスを作る時はこちらの方も 7.12もしくは7.14これにしておかないとですねパンナーの選択肢がどん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 変わってくるということなんですご理解いただけましたでしょうか僕も最初はですねなぜ出てこないんだろうというのがわからなかったんですけれどもステムを作っている方はこのように気をつけてください なんかややこしそうに思うんですけれどもステムバスという楽器の種類別でまとめてですね僕なんかはここがオケ、オケ、オケとか書いてますようにはいこのオケのバスですねちょっと色をわかりやすく変えますがここにまた集めてるわけですねこのように上下ですね これ見えますでしょうか上下も選択できるようになりますし、このように上下の間隔が動かせるんです。でもこれをステレオに戻すとパンナーの上下が動かなくなります。このようになって下の段ですね。それが変更できなくなります。関連なアトモスの空間の上下は表現できなくなるということです。ですからこのように データが入っていくところはですね、ずっと7.12、7.12、このようにして、このメインバス、ここに渡すようにする必要があると思います。そうしまして、ここにですね、プラグインをこのように入れてあります。これはリミッターです。このようなプラグインアライアンスのリミッターを入れてあるんですが、 ここに入れてあるリミッターはここに反映します。これはヘッドホンのバスですけれども、ヘッドホンしかない僕たちはこのトラックですね。はい、わかりやすく真っ赤にしましょう。この赤いトラックで聞いてるわけです。 そして、ここはですね、このようにオーディオインターフェースがなしになっていますように、僕のように4チャンネルとか、まあ皆さんは2チャンネルのオーディオインターフェースを持っている方が圧倒的に多いと思いますが、その人は7.1.2とか7.1.4とかの出力はできませんので、ここはですね、仮にあるだけで、ここの音が隣の赤いバスに流れて その音を僕たちは聞いているということになりますそしてこの一番右側にはメータリングがかなりしっかりしたものがあります上側はラウドネスが表示できるようになっていますここで鳴らした音ははいこのように今 1> 約1 7ぐらいのところに行きました1 7 l u f s ということですこうやってメーターの範囲が出てくれるこのメーターとっても見やすいですよね。はいもう一度青い文字のところを押すと一旦このようになりましてまた音を鳴らすと「えー、私 このようにしましたらざっくりした範囲がわかりますのでラウドネスを上げるときにとっても便利ですねちょっとリミッターをもう少しパワーアップして YouTube の -13 とか -14LUFS ぐらいになるようにちょっと調整をしてみましょう

今でマイナス 14.2LUFS が出たわけですとっても見やすいですのでもうラウドネスメーターがいらないぐらいですよね今回のバージョン6.5ドルビーアトモスだけのことではなくてメータリングがとてもしっかりしたのでいろんなプラグインを持っていない人でもすごくわかりやすくラウドネスノーマライデーションができるようになって嬉しいです 今日はちょっとしたチップスということでパンナーのいろんな種類をどうやって使い分けるかみたいなお話をさせていただきました。村長スタジオでした。